アメージング講座、はい、時刻は8時を回りました、はい、8月22日ですかね、今日ね。ですね、はい、アメージング講座のお時間です。お相手はユニット系の関東タキート、はい、スタッフの演奏です、はいね、よろしくお願いします。無茶ぶりするね、あなたもね、うん、忙しいのに。えということで、今日はですねゲストさん2人いらっしゃる予定だったんですが、予定だった、うん、1人は、沖縄に帰れず帰れず、1人はちょっと時間が間に合わず、そうそうそうということで今日はね2人で、お届けいたします、はい。で、そうですね、まずはミュージックバー F の今週のライブ情報から。8月24日木曜日、比嘉義博木曜定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円です、ね、比嘉義博さんの、はい、木曜定期ライブが24日にあります。それから金曜日がですねちょっと空きまして、26日の土曜日、はい、二神中ライブ、二神中チーン、はい、チーンの人ですね、うん、オープン21時、はい、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。今週はですね、24日の木曜日比嘉義博さんと26日土曜日の二神中さん、ね、この2組のライブが決まっておりますので、ぜひぜひお時間のある方、まだご予定の決まってない方、FM 小座道向かいにありますミュージックバー F の方へ足をお運びください。アメージング小座、はい、ということでですね、うん、今日はもう2人でお届けするということなんでだね、ちょっとですねなかなか曲、まあ、ミュージックバー F でね、うん、ライブされるアーティストさんたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、そういう方たちのね曲ってなかなかかけられないですね、ですよね。ゲストさんにね来ていただくと、うん、かけることって多いんですけど、うん、そうでない場合なかなかかけられないのでですね、今日はまあ、いつもお聴きいただいている曲から、まあ、ライブに、ね、来ていただけないとなかなか聴けない曲まで、ちょっと、ね、曲の方をかけていきたいと思います。まずはですね、
比嘉義弘さん、うん、もう比嘉義弘さんはね定期ライブしてるからね、毎週木曜日定期ライブされてますからね、うん、だからもう、このねコザ近辺の方はね、まあ、それこそ義弘さんの曲はね、うん、皆さん聴いてらっしゃると思います、その中でまず1曲目、塩素さんチョイスでお願いします。はい、ではお聴きくださいませ。比嘉義弘さんでコザ、黄昏に吹かれて。しみり染まるこの街並みはたくさんの人たちと素敵な音とともに育ててきた。家と向かう通りではいつものようにロックのリズム流れインド面が揺れる。時の流れは確かに動き時代を映しだけど今も昔もこの街が好き。買い物帰り幸せそうに笑顔で歩いてゆく。遠い争いからさ、お前は静かに叫んでいろ。吉弘さん、コザ黄昏に吹かれて、ね、うん、演奏さんチョイスで聴いていただきました。まあ、いつものね、こちらも、かける吉弘さんの曲とはまたね、うん、ちょっと違った感じの曲をね、いいね、今日はお届けしましたけれども、こんな感じでね、今日はいろんなねミュージシャンの方、うん、それこそミュージックバー F
で演奏された方、ゲストに来ていただいた方などなどのね、曲をかけていきたいと思ってます。まあね、吉弘さんはもうずっとね、うん、コメンテーターでね、そうそうそう、ゲストの方が来た時にずっとやっていただいてましたからね、うんうん、最近はね、あの金曜日でしたっけ、金曜日のマーニングネーランラジオ、そう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 、マーニング、そうそうそう、あちらの方でね、もうお忙しいということでね、え、ちょっとなかなかね、ゲストにもね、あのコメンテーターにもね、来ていただけないような状況ですけれどもね、そういう日は吉弘さんの曲をまず1曲目お聴きいただきました。まあ、バックでね、流れてるこの三線のね、曲もね、吉弘さんの曲です。本当にね、たくさんいろんなジャンルの曲がありますよね。あるね。吉弘さんっていうとブルースって感じですけどね、うん、だけどブルース以外フォーク、そしてこういう、まあ、なんていうのかな、沖縄沖縄歌みたいな、ポップスみたいな、ポップスね、みたいな曲とかね、うん、たくさんありますよね。ね、うん、まあスタートがフォークだからね。そうですね、うん、でライブもね、とっても楽しいんですよ。あの曲をね、弾き始めて一番歌ったところで、うん、これじゃないなっつってやめて別の曲やるみたいなねこっちやろうみたいなね、うん、まあゲストもね、いろんな方来られますし ね、ゲストっていうか飛び入りなんですよね、セッションっていうかね、セッションね、うん、そうそうそう、そんなね、吉弘さんのライブ、今週の木曜日、ミュージックバー F であります。21時オープンの21時半ライブスタート。だいたい吉弘さんのライブは11時ちょっと過ぎぐらいのね、そうだね、ありますよね、臨機応変に、そうそう、臨機応変に、うん、第3ステージまであったりしますから、そう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 、うん、お酒飲みながらの楽しいステージです。なのでお時間ある方はね、ぜひいらしてください。それからですね、さあ、まあ、ブルースつながりがありますけどね、うん、先週なんかはね、ブーちゃん、先週でしたか、先々週でしたっけ、うんうん、あのブーちゃん遊びに来て、ね、あ、告知兼ねてのね、うんうん、ですけども、今日はね、ブーちゃんじゃなくてですね、もう一つ、もう一人のブルースシンガー、お、来た、え、兄貴、兄貴来い来い兄貴、そうそうそう、ひとしさん、ひとしさんね、え、ひとしさんの、曲を一曲お聴きいただきたいと思います。ひとしさんで愛しき君よ。ただそれだけが今の僕には苦しいよ。今頃君はまだ深い眠りの中、ただ一度だけ声が届く場所に
ほしい愛しい君よ。それだけが今の僕の切なる願い。朝露に濡れる誰もいない歩道橋、触れるほど近く、愛しい君よ。ひとしさんの愛し君よ。なんかサックス変わるとまた雰囲気変わっていいね。まあね、だからまあほらモッズさんなんかではね、うんうん、いつもねひとし&有田で、うん、ね、2人でライブされてますけどね、定期的に、まあ、ミュージックバー F でライブされるときはもうひとしさんピンで、そうそうそう、ね、ギターとハーモニカのみなんだけど違う音も聞こえてくるみたいなねジャラジャラとか、ジャラジャラとかドンドンとかね、うん、そういうね、ひとしさんの、愛し君よという曲をお聴きいただきました、はい、さあ続いてどんどん行きましょう、こちらもですね、アメージング小座の方に、うん、あのゲストで何度かお越しいただいております、はい、で、まあ、某なんですか、住宅会社さんのね CM ソングに歌ってますね、あやちゃん、はい、そうです、あやちゃん、ですね、今年に入って、ね、活動休止っていうのしばらく、ね、そうだね、ちょっとお休みってねありましたけども、うん、今月、8月31日から活動再開になります。お、ね、なので、あやちゃんの曲を一曲お聴きいただきたいと思いますけれども、はい、まあ、皆さんがね、うん、あの CM で、あ、沖縄県ではですけどもね、うん、CM で聞いたことがあると思います。 Going Home お聴きください。
いただきました。あやちゃんは関東出身でしたね、うん、確かね。だね、うん。なんですよ。なので去年かな、今年の初めかな、関東ツアー行ってますよね。うんうん、ね。そう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 。そしてあやちゃんの仲良しといえばね、あおいちゃん。あおいちゃん、そうだね。うん、そう、小座出身、平あおいちゃん。うん、ね。今頑張ってるよね、関東。そう頑張ってますよ。東京でね。この間ね、ラジオに出ましたみたいな感じのがね、フェイスブックが上がって
ってたんですよ、うん、今東京ですけどね、うんうん、東京で誰のラジオに出たかっつったら、うん、こっちにあのアメージングコーダにゲストでライブの時にゲストで来ていただいた笠根さん、うん、覚えてます？吉田裕樹さんと笠根さんって、あのイベント的な時の、そうそうそう、はいはいはい、確かね先々月ぐらいも、ね、那覇の方には来てるんですよ、お二人、うん、なんですけども、その笠根さんのねラジオに出たっていう、あだから面白いね、そうなんですよ、繋がってるんですよ、うん、こっちでやってますけど実はその後関東に行ったりすると、うん、向こうでみんなまた繋がってる、ね、なるほど、そう不思議不思議というか ね、まあ、だからあみんな繋がってるんだなっていう風にね、うん、それを見た時は思いましたけども、では次はですね、平葵ちゃんの、まあ、リードソングじゃねえリードソングと言っていいんでしょうね、最近なんかステートライブもやってんだよね、そうそういろいろやってますよ、ね、葵ちゃんは、うんうん、そうどんどんいろんなことに挑戦していってます、葵ちゃん平葵ちゃんで、フレッシュグリーンサラダお聞きください。賞味期限が切れていることを知らずに口に放り込んだフレッシュグリーンサラダ、何度目かの咀嚼音の末に気づいた、冷蔵庫の奥で嗅いだような匂い、鼻に響いてティッシュにくるんだ、まとわりつく嫌なもんをビールで流した、味気なくてつけたテレビの中でいつか君と見たワイドショーの中で事件をかじったコメンテーターが語った、いやこの事件は卑劣で残酷前代未聞の大事件だね、その言葉その口からこの前も聞いた、幼い時楽しかったこと、幼い時嬉しかったこと、今でもよぎる大好きな君の顔も、日々咀嚼音を立てながら消費してゆくのかなね、賞味期限の切れたフレッシュグリーンサラダ、眠くなって横になって目つむった、強気な僕が一人歩きした、暗闇と消えてくことはもう知らずに口に放り込んだフレッシュグリーンサラダ。
はい、平尾ちゃんですね、うん、今ねフレッシュグリーンサラダ聞いていただいておりますけれども、ねこちらですね北海道の方から、ねね、コメントがツイキャスで来ておりますね、あのいい歌ですねということでありがたいですね、本当に、ね、CD 出たら即買いに行きますって、うんね、レナさんからコメントいただいております。なので、ね、もっとね全国の人にね聴いていただけるようにあのこれからもいろんな方の曲を配信していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。アメージングコザー、はい、ということでね、前半は、比嘉義弘さん、そして、ひとしさん、あやさん、うん、平葵ちゃん、はいね、の、4人の曲を聴いていただきましたが、後半は、まあ、早速ね今 BGM で流れておりますけれども、だいたい毎月第2火曜日ですかね、はい、第2火曜日にはこちらにもゲストに来ていただいてます春風さんの曲をまずそうですね一曲をお届けしたいと思います。はい、どうぞ。You know
ていただいておりますけども ねやっぱり独特ですよね、うん、進化してるし、うん、どん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 進化してます。声が入ってるね、うん、インストだったもんね声が入ってる最初の頃ね、インストだけ初めて聞く人はどんな人たちっていう感じですけど、ね、声が入ってるって言ったらね、そう普通歌入ってるでしょみたいなね、うん、自然の音をね、そうなんですよね、うんうん、それこそね風、海、そうそうそう、空、ね、川、山、うん、ね、そういう自然の、音だったり、まあ、太陽とか、うん、そういうイメージしてね、イメージした音を中心に、うんうん、曲をね作られている春風さんです。なので例えば楽曲録音する時もその場所で、うん、ね、うん、その場所でその音を取るっていうような作業をねされてたり、最近はね台湾によく行かれます ね、うん、で台湾でも何か所かでライブをやって戻ってきて、今は定期で入っているのはミュージックバー F の方に、毎月第2火曜日、このラジオをゲストで来ていただいてそのままライブに行かれるような形で、ライブ活動されてます。でそれ以外はね、元部の方だったり、うんうん、あとは、もちろん内地にも行かれるんですよね。そうそうそう、いろんな、ね、イベントの方に出演されていることが多いですね、うん、ライブというよりも、うん、ですのでもしですねまたね北海道とかにもね行かれる可能性も十分ありますので、その時に春風さんっていう名前を聞かれたらめちゃくちゃ気軽に声かけてあげてください春風さんですねってね、うんうん、喜ぶねきっとね、はい、とっても喜ばれると思いますのでね、ぜひ、何かのね、あれがあれば、うん、聞いてみてください。春風さんの曲をお届けいたしました。さあそしてですね次の方、はい、次の方ってなんか病院みたいだね、誰だ、次の方はですね、こちらのラジオに電話で出演される予定だったんですが、うん、ライブの時間と重なってしまって、おや、出演できなくなってしまったという方がいらっしゃいます。え、うん、そうなんですよ、そういう方がいらっしゃるんですよ、ね、誰ですか。フラメンコロイドさん。あ、ね、そうなんですね。そう、このねフラメンコロイドさんはミュージックバー F の方ではライブはされなかったんですけれども、中野町ですかね、うん、にありますアルハンブラ、このアメージングコザー のスポンサーさんでもあります、アルハンブラの方でライブをされました、はい、で毎年ねこちらの、フラメンコロイドさんも沖縄に来られて、いろいろライブをされたりワークショップをされたりしてるんですけれどもね、うんうん、この方たちはそれこそ日本国内だけでなくて、はい、もう本場でも結構有名な方たちです。うん、でね、なかなかね見に行く機会もないと思いますので、ぜひねこの機会に一度皆さんにお届けしたいと思いまして、はい、曲をかけさせていただきます。ではフラメンコロイドさんの曲をお聴きください。Siempre tú la otra vez.
すごいよね。そうすごいでしょう、うん、でね、僕ですね、この最初にこの CD、うん、音源を送っていただいたんですね、はい、で聞いた時にうわすっげえ気合入ってるなと思ったんですよ、ねね、なんかさ、うん、フラメンコ踊れないけど、うん、踊れそうな気がするぐらい、うん、お願いだから踊らないで。あのね、そのこの声のイメージがですよ、うん、コザの方はねよくわかると思いますけど、うん、あのタバチーコさんとかねそんな感じの、うんうん、あーなるほどしてたんです。僕そしたらね全然違うんですね。だから何が違うのかはね口で言ってもちょっとお伝えするのが難しいので、うん、フラメンコロイドっていうのでですね、インターネットで検索していただければ、うんうん、画像とかも出てきますのでね、えこの人たちもみたいな方々がやっておられます、うん、なのでぜひそしてね来年はねぜひぜひこちらの番組にね生で ね出演してもらいたいね、うん、思っております、ね、ということで、フラメンコロイドさんの、曲いただきました。曲名わかりません。ごめんなさい。さてさてそれからですね、ですね次に聴いていただく曲はこちらもですね、まあ定期的ではないんですけども、うん、もう何度かねミュージックバー F の方でライブはされております。ただ定期的っていうといつもは、ミュージックタウン音市場で年に1回は必ずライブをしています。はいはい、ファンキスト、ファンキストさん、うん、はい、ね、ファンキストがですね新しい曲そして新しいアルバムを今回リリースします、うん、ね、うん、で多分また F でライブやるときも音市場でライブやるときも必ずこの曲はやってくれると思いますので、ぜひぜひ皆さんにねお届けしたかったので確かねこの曲アップされたのが昨日なんですよ。おー、すごい、うん、なのでまだまだ新鮮です、うん、はい、ということでお聴きください、ね、ファンキストでボーダレス。
さあ、うん、ね、もう出来たてほやほやっていうか、ね、ね、の曲です、うん、ファンキスト、まあ、基本的にノリがいいからね。そうですね、うん、お西郷さんもね、ね、うん、宮田さんも、うん、ね、皆さんね、ノリがいい、バンドというかグループですからね、あの人たち ね気持ちいい人たちだよ ね、うん、本当にもうだってそれこそ20年近く続けてられてるんじゃないですか、うんうんうん、あの人たちもね、ね、うん、そうそう、応援してます。え、でね、このね、ボーダレスという曲、確かね、 PV はね、うん、PV の中に沖縄の映像が出てくるんですよね。へえ、そうなんだ。え、多分そうだと思うんですよ。あれって思ったんですよ僕、うんうん、そうそうそう、うん、なのでね、気になる方はね、ぜひ、ファンキストでボーダレスっていう曲、検索すると出てくると思いますんで、うん、PV もね、見てみてください。で、いいなと思ったらぜひ CD も買ってみてください。多分ね、別にね、損はしないですよ、うん、ファンキストの CD はいいよね、楽しいよね、うん、いいです。とってもね、テンションの上がる曲ばっかり入ってるような、上がる曲ばっかりじゃないですね、バラードみたいなのも入ってますからね、うんうん、とっても歌詞のいい曲がいっぱい入ってます。よろしくお願いします。そしてですね、どうしましょう、まだ早いかな、あと6分、うん、ね、今日ね、最後はね、まあ、なかなかね、これもちょっとかけることがいつもはできない曲をね、かけたいと思ってるんですけれども、こちら曲の方は大丈夫ですかね。何分ぐらいあります。曲の方が4分50秒、思ってたより短いですね。ということでね、今日はですね、ゲストさんもう急遽ね、お二人ともちょっとね、うん、来れないと、まあ、沖縄に帰ってきてなかったら来れないですよね。ね、うん、しょうがない、っていうことだったり、どうしてもですね、お仕事の都合でね、うん、お時間が間に合わないということでね、急遽ではございましたけれども、ミュージックバー F でライブをされている方々のいつもは聴けない曲だったりね、これから聴けるであろう曲っていうのをお届けさせていただきました、ね、でも、うん、今日がこのスタイルでなければ、え、なんかあれだよね。そうですね、うん、今日はね、ラジオのお聞きの皆さんにはなかなか見えない部分ではありますけれども、パソコンのね、ツイキャスっていうのがありまして、そちらではね、すごくコメントがたくさん皆さん来ていてですね、本当に盛り上がっている状況でございます、ねね、中でね、うん、葵ちゃんの曲を聴いてね、うん、とってもね、CD 出たら買いますって言ってくれるレナさんみたいな方も ね、いらっしゃいますのでね、うん、やっぱりこうやって皆さんの曲をね、いつもかけていくっていうことを、これからもちょっと頑張っていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、内地はもうお盆終わったんですよね。そう、沖縄これから、ね、9本だからね、まあ、もう暦通りの8月15日でやりますからね、うんうん、で今年は沖縄の方はですね、9本がなんと9月にずれ込みまして、9月の3、4、5でしたっけ、ね、うん、確かそれ、そのあたり、ね、がお盆になります。まあ、沖縄の場合はこれからお盆ということでですね、お盆にちなんだ曲、そして今週の土曜日ミュージックバー F で、ライブをされます西新地さんの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それでは今週もありがとうございました。ありがとうございました。
アブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ。中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店、安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム。髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ。カットのみ1,000円、髪切りや次男坊、お部屋の内装、クロス張り替えなどリフォームのことならお任せください。もろみ内装、重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機、中古から新品まで何でもあります。探します。まずはお電話ください。リサイクルショップビッグ。以上、各社のスポンサーでお送りしました。